佐竹義恭は、江戸時代中期の大名、画家。では国久保田藩を八代藩主。佐竹氏、第二十六代当主。通称は二郎。家には、十四人下、自重、右京大部。画家としても名高く、号は初山。七代藩主、佐竹義昭の長男として誕生。母は五代藩主、佐竹義孝の娘、自家。幼名は秀丸。署名は吉直。 法暦8年5月11日、父、義明の死去により、家督を相続した。法暦13年2月15日、十大将軍、徳川家春に、おまみする。同年12月9日、14位下自重、右京大部に助任される。明和2年4月15日、初めてお国入りの許可を得る。この頃の久保田藩では、飢金や農村の荒廃、秋田騒動などにより、 反省が混乱していたが、吉奴は、そんな現実から逃避したかったのか、絵を描くことに安らぎを求めた。信仰のあった土佐藩主、山内豊陽薩摩藩主、島津重秀と合作の絵画も残っている。古山風景図当時、絵描きとしては、最大の正当派と呼ばれた仮の葉から絵を学んだ。仮の葉の面々も、最初は、大名の、 ちょっとした趣味だろうとしか思っていなかったが、吉奴の熱意は本気であった。そして藩士の織田の直岳からも教えを受けて、日本画に西洋画を組み合わせた一大的な画法を作り出した。直岳は、西洋画に対する趣味を持っており、平賀県内からもその作品を見て、秋田の片田舎に素晴らしい名手がいるものだと、称賛された。吉奴の命令により、 玄内のもとで絵の修行に励んだ直竹は、玄内の友人であった、杉田玄白の解体新書におけるふずの作画を行った。そして、秋田に帰国後、吉奴と直竹は、画法考領、画取り会などの西洋画論を表した。これは、日本最初の西洋画論をまとめた著作であった。吉奴は、松に、唐取図、柿柿に挟み図、竹に、文鳥図、 古山風景図などの絵画のほか、膨大な数のスケッチを描き、それを写生帳にまとめている。吉奴と直武が創始した洋風画は、秋田派とも、秋田ラン画とも呼ばれている。その作風は、同伴画の影響が強く、金銀映画はっきりした画風が特徴とされている。吉奴は、天明5年、38歳で死去した。後を長男の義和が継いだ。 子女は四男六女吉安時代。ありがとうございます。